京都産が FC 増川隆博。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。まあ、やっぱり最初に出てくるのはカズさんかなと。やっぱ華やかな時代の大スターだったので。三浦知良、 J リーグ初代 MVP に輝き、アジア人初のセリエ A のピッチに立った。最初の目標でしたね、単純にシザーズとか、もうあの代名詞のドリブルをひたすら真似して、たまにボール乗ってこけてましたプレーもいろいろ真似をして、まあ、できないけど一生懸命それを追いかけようとした時期はありましたね。時間は一緒のように過ぎていてなかなか追いつけるものではないので、僕もできるだけ長く現役としてやれるように頑張っていきたいと思います。増川貴博のヒーロー。